皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782、 沖縄ベタニアチャーチ。世界のベストセラー、聖書。それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ、今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。詩編94編。復讐の神、主よ、復讐の神よ、光を放ってください。血を裁く方よ、立ち上がってください。高ぶる者に報復してください。主よ、悪者どもはいつまで、いつまで悪者どもは勝ち誇るのでしょう。彼らは方言し、横平に語り、不法を行う者は皆自慢します。主よ、彼らはあなたの民を打ち砕き、あなたのものである民を悩まします。彼らはやもめや在留異国人を殺し、みなしごたちを打ち殺します。こうして彼らは言っています。主は見ることはない。ヤコブの神は気づかない。気づけ、民のうちの怠け者ども、愚か者ども、お前らはいつになったらわかるのか。耳を植え付けられた方がお聞きにならないだろうか。目を作られた方がご覧にならないだろうか。国々を戒める方がお責めにならないだろうか。人に知識を教えるその方が、主は人の思いはかることがいかに虚しいかを知っておられる。主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに戒められ、あなたの見教えを教えられるその人は、災いの日にあなたがその人に平安を賜るからです。その間に悪者のためには穴が掘られます。誠に主はご自分の民を見放さず、ご自分のものである民をお見捨てになりません。裁きは再び義に戻り、心のすぐな人は皆これに従うでしょう。誰が私のために悪を行う者に向かって立ち上がるのでしょうか。誰が私のために不法を行う者に向かって固く立つのでしょうか。もしも主が私の助けでなかったなら、私の魂は直ちに沈黙のうちに済んだことでしょう。もしも私の足はよろけていますと言ったとすれば、主よ、あなたの恵みが私を支えてくださいますように。私のうちで思い煩いが増すときに、あなたの慰めが私の魂を喜ばせてくださいますように。掟に従って悪を企む破滅の法廷があなたを仲間に加えるでしょうか。彼らは正しい者の命を求めて共に集まり、罪に定めて罪を犯さない人の血を流します。しかし主は我が砦となり、我が神は我が酒どころの岩となられました。主は彼らの不義をその身に返し、彼らの悪のゆえに彼らを滅ぼされます。我らの神、主が彼らを滅ぼされます。アーメン。ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。安武元明さんの曲で Jesus Love Me。 どうぞお聴きください。ここからは恵みあふれる聖書からのラブレター、グッドニュースをお届けします。今日のグッドニュース。皆さんこんにちは。私はサックス奏者の安武元明と申します。2009年に憧れのサックス奏者ロン・ブラウンさんに弟子入りさせていただき、そして2010年にロン・ブラウンさんのプロデュースによるブレイクスルーをリリースしてデビューいたしました。サックス奏者の安武と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日インタビューということで私の少しご紹介をさせていただきたいんですけれども、私はサックスは実はきっかけがですね、始めたきっかけが喘息という病があって、それのリハビリとして最初に管楽器をお医者さんに勧められて始めましたけれども、それから高校生に入ってですね、本格的に始めて、そして高校2年生の時に気づいたら、その喘息が癒されてたんですね。治って。で、サックスの方にハマっていきまして、好きになって、それからはサックスを、自分で楽しくやってたんですけれども、高校卒業と同時に就職いたしまして、そして、社員としてですね、7年間、働いておりました。で、その時に、もうずっと自分の中でですね、自分は将来結婚できるんだろうかとか、自分はこの先、ね、家庭を持つことができるんだろうかとか、自分の将来のことを考えると不安になってきてですね、でも誰にも言えなかったんですね。そういう時に友達を通して、同級生の友達がいてですね、彼が教会に行ってたんで、彼を通して教会に行って、で、生まれて初めてベストセラー、世界一のベストセラーと言われる聖書を読みました。第2コリントの5章の17節というところに、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたという言葉があるんですけれども、その言葉を聞いて、本当に心の深いところにズドンと入ってきたんですね。あ、誰でもって書いてある。こんな自分でも。育った環境も関係なく、そして年も関係なく、そして国籍も関係なく、教会に来てイエス・キリストと共に歩めば変わることができるんだ。本当に自分の中で喜びが湧いてきました。それから何か心配事が少しずつ消えていってですね、憧れのサックス奏者ロン・ブラウンさんの音を聞いたときに、本当に衝撃を受けたんですけれども、彼の CD を、20歳の時に聞いて、うわ、こんな音になりたいなと思ってたんですね。この人の音はどこから来てるんだろうかってずっと思ってたんですけれども、教会に行くようになって、そして洗礼を受けて、そしてクリスチャンになって、そして歩み始めて、その音がどこから来ているかというのが分かったんですね。それからロン・ブラウンさんのもとにですね、いろんな方の出会いがあってですね、教会を通して、またサックスを吹くようになって、ロン・ブラウンさんとの出会いがあって、そしてやっと2009年に弟子入りさせてもらって、ロン・ブラウンさんから言われたことはですね、あなたは世の中のサックスプレイヤーたくさんいるけど、かけ離れたサックスプレイヤーになりなさい。そして、イエス・キリストのために、世界一有名なイエス・キリストのために演奏しなさいと、ロン・ブラウンさん言ってくれました。なので、この楽器を通してですね、たくさんの人にこの福音を届けていきたいなと思っております。今日は本当に皆さんありがとうございます。グッドニュースはいかがでしたか？次は、安武元明さんの曲で、Jesus Keep Me Near the Cross。 神山美沙さんの曲で、罪とがを許され、2曲連続でお届けします。罪もゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛み、肉体の病、また霊的な相談を受け付けております。問題でお悩みの方は那覇市あけぼの 3-6-24 沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。祈り会は毎週水曜日午後7時半から行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは那覇市あけぼの 3-6-24 電話番号 098-988-4782 ファクシミリ098-988-4787 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も承っていますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間にお会いしましょう。